その昔、天も地もなく、ただ混沌のみがあった。やがて原母神オルサが生まれ、世界を作った。自らの他に誰もいないことを悲しんだ彼女は、自らと似た姿のフィニスを作り、彼との間だが13人目の子を産み、オルサは命を落とす。彼女の死をフィニスは嘆き悲しんだという。世界が朽ちるまで長く長く。長い時が過ぎた。ようやく見つかったようだ。選ばれし者が、聖火神よ、導け。俺の神秘眼が必要かい？俺は本物にこだわりたいんだ。君が君は旅人だ。長い旅路の末、ここへ導かれた。さあ、進むがいい。戦い方を学ぶのだ。見極めさせてもらうぜ。よし、決めるぜ。お、俺の目に狂いはなかっただろう。
の目に狂いはなかっただろう。今ならいけるぜ。お、片付いたな。おう、お疲れさん。旅人よ、眠るには君はまだ望むものを手にしていないだろう。君は神々の力を宿した指輪だ。選ばれし者よ、君は旅の果てに何を望む？権力、戦う力、敵を退ける勇敢な剣、意に沿わぬ者を傷つけ支配することもできる。権力を求めるなら必ず彼の力が脅威となる。君が望むものは権力。よろしい。君の旅は過酷なものとなるだろう。なぜなら、神の指輪が彼らの手中にあるからだ。三つの指輪はそれぞれ三人の邪悪な者たちの欲望を叶えた。富を極めし者、権力を極めし者、名声を極めし者、彼らは大陸の覇者として君臨している。人の欲は深い、底なしの谷のように。君が求め続けるなら、彼らはいずれ立ち、君は指輪に選ばれし者、旅の仲間を求めるなら指輪、さあ旅を続けるがいい。望みのままに。なあ、うん、あ、旅の仲間を求めるなら指輪に祈るのだ。
伝承から様々な学びを得たいのです。人助けこそ最も素晴らしいことですね。私はコニー、未来の大商人よ。このオルステラでは多くの偉人たちが旅の記録やその地の伝説を書き残しています。もしその伝説を肌で感じることができたら。申し遅れました。私は旅の剣士ナンナ。どうぞ。おや、お困りのご様子ですね。私はホセと申します。ご覧の通り、聖火協会の神官です。旅人の身ではございますが、私にできることがあればお手伝いしますよ。私はコニー、商人よ。私の兄弟はやっと大商人になって、私たちを育ててくれた両親に未来の大商人を連れて行きなさい。みんなに自慢できるわよ。おお、
実に簡単な選択だ。で、この牢獄からも出られる。私にその資格はありません。貴様のその才能、飛翔力、貴様が生んだ。違う、あれは万病を治す薬になるはずで。おお、そうなの。薬を与えた人間は皆死んだではないか。飛翔薬を私のために作るのだ、ベルノート。私は二度とあの研究には手を出さない。そうか、仕方がない。何をする、彼女は関係ない。そう騒ぐな、今はね。この女、光が見えないそうだな。この女を治すため貴様は薬を研究していたな。どれ。頼む、やめてくれ。わかった。だから凛雄、契約成立だな。私に下る喜びをかみしめ、あらゆる権力を持つこのタイタスに不可能はない。司祭様、何かお手伝いできることは。ありませんよ、凛雄。あなたの優しさに聖火のお導きがありますように。司祭様こそ聖火のお導きがありますように。今日も教会の手伝い、ありがとね。リンユーは強いよ。タイタス大聖堂が完成したら、あなたを修道者に進めてみる。ありがとうございます。でも、お手伝いできるだけで。ねえ、リン、あなたの恋人、ヒヨクの人なんでしょう。タイタス様と一緒に町を、元罪人の人たちなんて。分かっています。でも何でも相談してね、力になるわ。ありがとうございます。それでは。リンユ、ねえ。ちゃんと帰れますよ。いつも。あなたは強い。だから心配なの。